誰かにこうしてお茶を振る舞うというのもいいものだな。おっと、すまない。君をもてなすつもりが、結局私自身が楽しんでしまっているな。君はくつろげているか？あ、ならよかった。カモミールにはリラックス効果もある。そのおかげかもしれないね。実は気を使わせてないかと少し不安だったんだ。どうも私は近寄りがたい人間だと思われることが多いようだな。ん？菓子がもう残り少ないな。そろそろ家の者に頼んで。いや、次は、ああ、なんでもない。おかわりも入れてこよう。さて、もういい時間だ。そろそろ片付けるとしよう。時間が許すならまた誘わせてほしい。では部屋に戻ろう。
チミさ。になるんだろう。私ね、このドラマ気になってたのに手出せなかったんだよね。苦手なシーンありそうでさ。でも見て正解だった。やっぱ思い切りって大事だね。あなたは自分が得意じゃなさそうなジャンルでも見てみたりする？私も思ったけど、誰か一緒だと見るモードになれるっていうか、ツッコミ入れながらとか相手の反応を見たりできるのもいいよね。一緒に見てくれたおかげでこのドラマのヒロインすごく好きになれた。困ってる人を見過ごせなくて相手が誰でも手を差し伸べるとことか、いつも前向きに進んでいくとことか、見てて眩しかったな。てかこのヒロイン、ちょっとあなたっぽい？そんなことないか。この前さ、仲良かった子から急に避けられたって話したでしょ。あれって私が何かしたからその子に嫌われたとかじゃなくて、ずっと仲良くしてたのにある日突然その子に言われたんだよね。お母さんにゆかりちゃんとはもう遊んじゃダメって言われたって。私の親いろいろ噂されてたから、今ならそういうのなんとなくわかるけど、あの頃はただ悲しかった。何が言いたいかというと、私もこのドラマのヒロインみたいになれたらいいなって思ったんだ。どんな時も誰かのために手を差し伸べられる、そんな優しくて強い人、ドラマのヒロインに憧れるなんて単純だけど、お手本にするのもいいかなって。あ、最終回始まっちゃう。続編作ってくれないかな。また気になる DVD があったら持ってくるね。そろそろ部屋戻ろっか。じゃあおやすみ。私だけど、ちょっといい？
ねえ聞いて、アイギス今日帰ってくるんだって。ミツル先輩から聞いたの。傷ちゃんと治ったみたい。今日は夜になったらラウンジに集合ね。忘れないでよ。じゃね。ないからって、クソ、俺は何もできねえ。俺が面倒ばかりかけちまって。今日はすまん、お前にも迷惑かけちまって。他の奴らじゃなくお前でよかった。話せて少し落ち着いたよ。戻りました。ご心配をおかけしました。いやーよかった。丸1ヶ月だもんな。心配したぜマジ。私も万が一のことになったらどうしようって。私は機械ですから、全損したとしても作り直せます。仮に全てがなくなってもアイギスという仕様は残りますから。まあ自分をそんな言い方しなくたって。完治にはもう一周と言われたんだが、無理を言って急いでもらった。明日は大晦日だからな。本当にご迷惑をかけてすみませんでした。ラボの方へはミツルさんが来てくれていました。あの夜のことは聞いてます。いろいろ大変だったみたいですね。お元気でしたか。元気なはずないですよね、こんな状況じゃ。ごめんなさい、私がダメだったから。10年前のあの日、私あなたに。でも私があんなことしなければ、こんな辛い思いさせなくて済んだのに。涼次君が言ったこと、出された選択の答え、もう決めたんですか。お願いがあります。明日涼次君がやってきたら、彼の命を。皆さんがこの先ただ苦しみ続けるなんて、私耐えられない。こんな辛い記憶なら消す方を選んでほしい。たとえそれで今までの思い出や私のことを忘れたって。アイギ
ニス？戻ってくるなり何の話を。本当だぜ、アイギスらしくねえって。そんなの、どうしたんだアイギス。私、何のためにここに帰ってきたんでしょう。シャドウから皆さんを守るのが私に与えられた務め。でも私じゃ勝てないことがはっきり分かりました。私、どうしてここにいるんだろう。いくら皆さんを思っても涙を流すことさえできないのに。アイニス、どうして無駄と分かってて戦おうとするんです。どうして一つしかない命を苦しいだけの戦いに使ってしまうの。そんな命を投げ出すようなこと、私には全然わからない。投げ出す気なんてない。そんな気がないから先を見たくなるんだ。そうだろ。はい、わかりません。命を持たない私にそんなこと。そんな命がどうとか関係ねえよ。私はシャドウから人間を守れと命じられた機械です。でも私の力じゃその命令は果たせない。今の自分が何のためにいるのか私わからないの。でも誰も答えをくれなくて。そりゃ当然だ。生きる死ぬなんてのは人から教えてもらうもんじゃねえからな。誰だってなかなか決めらんねえんだ。オールオッケーなんて選択肢ねえからな。けど生きてる限りは何か選んでかなきゃなんねえ。だから同じに悩んで頑張ってるやつ見ると何とかしてやりたいって気になんだ。その気持ちで俺らは何とか進めんだよ。全然まとまってねえけど多分そんなもんだ。そんなもんですか。アイニスが一人で倒れてたの見たとき、私気持ちが痛いほど分かった。今度は私が守りたい。アイニスを忘れるなんて絶対できないよ。風花さん、目的なんて誰でも見失う。だがそうなったらまた探せばいい。見つからなければ目的を変えたっていい。探すことを目的にしたっていいんだ。偉そうなことは言えないが、この一年で少しだけ分かった気がする。生きるとは変わるということさ。そして決めるのはいつだって自分自身だ。私も変われるでしょうか。もう随分変わったさ。自分で気づかないのか。こうして話しているとまるで本当の人間だ。私に命じられた目的が今分かりました。私は生きろと命じられた機械。命じたのは私自身。怖くても生きてみよう。私は私と約束したから。そうです、きっと。私も皆さんの仲間に入れてもらえるでしょうか。当たり前だろう。たく、前からだっての。ありがとうございます。私はこれから何があっても皆さんと一緒です。
たとえ何があっても。うん、私は新規サークル入団者ゲット、ノルマ達成、イエス。噂をすれば、後ろのチミも入団するって。か、カモがネギしゃってきた。カモネギ、イエス、イエス。じゃあ君は僕にこの人たちを見殺しにしろって。僕は助けてあげたいんだ、僕みたいにこっちの世界で苦しんでる人を。君みたいなイケメン君にはわからないんだ、僕らがどんだけこっちで苦しいかなんて。じゃ、邪魔するなら絶交するんだからな。サークル関係者以外立ち入り禁止だ。あれ？これって…エマージェンシー、しかも S ランク。もうすぐこの世界が滅亡するって、どっかの有名な宗教にあったな、そんなの。もっともその宗教には寄進しろなんて概念なかったがね。財産を捨ててこいだよな、
有名どころの宗教の世界観の寄せ集め、インチキ宗教団体の典型だよ。僕を騙したんだな。ああ、君は騙されてたんだ。と言っても我々にじゃない、君が信じてるサークルってやつにさ。真相が分かれば少し気の毒な気もするが、どっちにしても君、少々悪ふざけが過ぎたよ。顔はやめておきたまえよ。殴った痕跡から足がつく。僕死ぬ、死んじゃった。ここに僕は死んで転生しとんだ。ついに正義だって。怖くない、怖くない。どうして来てくれるんだよ。僕絶交だって、あんなひどいこと。怖かったんだよ。痛いの言わないよ。汁飛ばすんじゃねえよ、汚ねえな。俺ら帰るわ、バイトあるし。付き合いきれんな。金のことはもういい、二度とうちの息子に近づくなよ。いや、久しぶりだね。もうあと少しで0時、約束の時間だ。0時を過ぎたら僕はこの姿を失って、君たちの触れられない存在になる。答えはもう出てるかい？僕は彼の部屋で0時になるまで待っていよう。どうするか決まったら来てほしいんだ。涼治君。そうだ、伝えておかなきゃ。僕を殺すということへの抵抗感で選択を曲げる必要はない。前にも言ったけど、僕はどのみち消える存在だ。死への抵抗感は全くない。変な同情心は無用だよ。じゃあ待ってるから。決まってるだろ、答えは。そうか、みんなの考えを聞こう。聞かれるまでもない。もちろん決まってます。腹くくれてなきゃここ来てないっすよ。私も大丈夫です。僕ももう迷いはないです。私も自分で決めました。気持ちは同じだな。じゃあ頼んだぞ、いいな。
やあ、この部屋でこんな風に二人で話すのしばらくぶりだね。もっともあの頃はこの姿じゃなかったし、名前も違ってたね。みんなは僕を生かすつもりらしいね。勝ち目のない戦いに命を懸けようとしてる。でも今ここにいるのは君だ。もう一度言っておくよ。僕を殺せばタルタロスと影時間と、そして君たちの戦いの記憶が消える。君たちは明日からごく普通の高校生として目を覚ます。そして何も知らないまま苦しむことなく滅びの瞬間までを過ごせるんだ。でも僕を生かせば避けられない死に怯え続けてその日を迎えることになる。ニクスは決して倒せない。戦うなんて無駄なことだ。迷っているかい？それとももう答えを見つけているのかな。僕の言うことうまく伝わらなかったかな。0時までまだ少しだけ時間があるね。君には見せたくなかったけど仕方ない。ご覧よ、僕は人間じゃない。僕はあくまでもこの世界に死をもたらすための存在。消すことにためらいを持つ必要なんてない。よく考えてほしい。ニュクスと対峙することが本当にみんなにとっての幸せなのかどうかを。世界にはどうにもならないことがある。君たちはそれを知らないんだ。記憶なんて曖昧なものさ。欠けたってすぐにそれが新しい現実になる。今はみんなを苦しみから救うべきじゃないかな。これは君にしかできない選択だよ。いいかい、本当にこれが最後だ。もう一度君の答えを聞こう。殺してくれ。何より僕は君が苦しむ姿を見たくない。だって君は僕の大切な人だから。分かったよ。残念だけど命は君たち自身のものだ。その使い方もね、君たちの選択に従うよ。みんなのところへ戻ろう。君たちにニュクスに会う方法を教える。君はそうするってどこかで思ってた。僕は君のことを誰より知っているつもりだから。僕はきっとずっと君に会いたいと思ってたんだ。僕が望月良二として君と出会えた理由。ありえないことを叶える力って本当にあるのかもしれないね。きっと君や君たちの中にも。そうだ、これ君に持っていてほしい。今更だけどこんな気持ちになるなんて思ってもみなかった。このオルゴールが奏でる音、君は僕を思い出してくれるかな。さあ行こう、みんなが待ってる。よう、また会ったな、リョウジ。残念だけど君たちの選択だ。
当然でしょ。当然か。ニュクスを止めるのは不可能なのにね。行くだけ行くさ。全てはそこからだ。不可能と言ってるのはお前だけだしな。今の時点で可能性がなくても別にいい。分かったよ。もうすぐ0時だ。時間がないから手短に話そう。これからニュクスに会う方法を教えるよ。場所はタルタロスの頂上だ。約束の日にあの塔の頂上にたどり着けばいい。約束の日って？明日から数えてちょうど1ヶ月。2010年1月31日タルタロスにニュクスが降りる世界の終わる日だ。1ヶ月。タルタロスとは闇の夜空へとうがたれた巨大な大穴。ニュクスを導く目印。宣告者が現れることでニュクスは全てが整ったことを知り、そこへと降り立つ。そして滅びは訪れる。だから滅びの塔か。そう。でもいいかい、これから始まる日々は君たちにとって無限の絶望との戦いになる。前にも言ったけど、ニュクスは決して倒せない。ニュクスと直に向かい合った時、それがなぜだか絶対的にわかるだろう。君たちはそこで自分が何に立ち向かおうとしていたのかを思い知ることになる。覚悟の上さ、そう何度も言わなくていい。1ヶ月後の1月31日だな。覚えておくよ。じゃあ僕は先に行くよ。君たちとはこの姿であるうちに別れたいから。涼治くん。おお。アイギス、ごめん。君にもひどく辛い思いをさせてしまった。私忘れませんから。あなたは敵であり、そして友達だったこと。アイギス、ありがとう。こんな風に会えるのはもうこれが最後だと思う。でも君たちのことはずっと見ているよ。それじゃあさよなら。良いお年をって言うんでしょ。年の瀬はさ。じゃあね。あいつ。1ヶ月後の1月31日か。行こう、みんなで。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに愚者の力はその才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え、愚者の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。汝は我、汝、新たなる絆を見出したり。汝、審判のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。
おはようございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくな。コロもおめでとうな。あっべえ、すっかり寝坊だよ。なんであんなの見ちゃったかな。イタリアかなんかのゾンビの映画見ました？見るかそんなもの。あの、皆さんはお参りとか行かないんですか？神社ならロードワークでよろしい。それで十分だ。俺もそういうのいいや、めんどくさいだけだし。ゆかりさんたちはもう行ってますけどね。みつるさんが全員分の晴れ着を用意してたみたいですよ。着物ね。俺っちちょっとコンビニ。おい待て。は？初詣に行く気か？そういうのはいいんじゃないのか？やだな。いや、ちょっと散歩してくるだけっすよ。まあ暇だしな。たまには付き合おう。あ、僕も行きます。なんだ、結局みんな行きたいんじゃないっすか。場所は？あ、聞いてます。よし。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしく。っていうか遅かったね。もう帰ろうかって言ってたのに。ゆかりっち。な、何？明けましておめでとう。どうした？いいよ。キリジョウ先輩、すげえいいっす。なんだこれ。わあ、なんだこの気持ち。おい。明けましておめでとうございます。皆さん、私和服って本当に着たことなくて、帯とか曲がっちゃってないですか？風花、お前いいよ。なんかこういいよ。もう面白い構成の服ですね。ちょっと動きづらいですけど。愛ちゃん、和とのギャップがまたこうね。そうですか。よかった。いいよな、お正月ってさ。なんか純平さん変ですよ。いや、正月早々いいもん見れたっすね。え、真田さん。まあ、それより寒くないんですか？まあ正直ちょい寒いけど、その方が気が引き締まるっていうか。いえ、そうじゃなくて、履いてないって純平さんが言ってたから。履いてない？え？天田くんにいい教育してるわね。ちょ、待て、まあ、チェック。